イーグルス対ファイターズ、今日からの3連戦、先発は早川、加藤の両先発、その立ち上がり、前回対戦でも早川から先頭バッターホームランを放っている水谷、プレイボール直後の初球を捉えての先頭打者ホームラン、今日も水谷の一発での幕開けになりました。初回にファイターズが1点先行です。ゲームは中盤に入って4回、伊藤幸也の好守、流れていく嫌な打球でしたが、ここはバックがピッチャーを救います。一方のファイターズの先発、コントロール抜群の加藤です。その中で先ほど好守を見せた伊藤幸也、ヒットでここはつなぎます。チャンスメイクでこれでランナーフルベース、9イニング平均でフォアボールを1つ出さないという制球力抜群の加藤が、今日は珍しく押し出しのフォアボール、小郷が9球粘っての押し出し、これで1対1、イーグルスが同点に追いつきます。続く5回、ワンアウトランナー3塁1塁、バッターボックスは加藤と相性抜群の村林が見事に右方向、その前までランナー3塁まで進めながらもあと1本がなかったイーグルス、これで勝ち越し2対1、さらには伊藤幸也、ランナー2人を迎え入れる2点タイムリースリーベースヒット、さらに追加点でイーグルスが4対1リードを広げます。加藤は結局今日は5回での降板になりました。5回4失点、グラウンド整備明けの6回です。2アウトながらランナーフルベース、バッター万波中正、ショートへの深い当たり村林が止めたんですが、一塁送球は間に合いません。そしてファーストが弾いてボール転々とする間にランナー2人目も帰ってきました。ヒットとエラーでファイターズがこれで1点差、4対3と迫ります。早川もこの回までで降板、しかしその直後の6回の裏、ランナー2人を置いて代わった堀から、浅村が初球を捉えてスリーランホームラン、イーグルスが再びリードを広げてこれで7対3。ただ今日のゲーム一筋縄ではいきません。8回、変わった藤木らから清宮の一発、今日チーム2本目、ソロホームランでじわりと迫ってこれで7対4、これで3点差。そのままゲームは最終9回、ファイターズからすると1点返して7対5、一打逆転というところまで行きましたが、バッターボックス水谷、最後はクローザーの則本がラストボール、三振で締めくくってゲームセット。熱戦を制したのはイーグルス、川川が11勝目、則本は30セーブ到達になりました。まずはダのヒーロー、ダのヒーローはこの2人、背番号66村林一輝、そして背番号39伊藤幸也。放送席、イーグルスファンの皆さん、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、まずはダのヒーロー、2人の選手に来ていただきました。勝ち越しタイムリーの村林選手、そして今日猛打賞伊藤幸也選手です。ナイスバッティングでした。まず村林選手にお話を伺います。5回に勝ち越しのタイムリーがありました。あの場面はどういった気持ちで打席に向かっていったんでしょうか。チャンスだったんで積極的に行こうと思って、はい、出せられました。打った瞬間の感触というのはいかがでしたか。そうですね、抜けてくれと思って、はい、何とか抜けてくれました。さあ、そしてホームでの5連戦、まずは一つ初戦を取りました。明日からもまだまだ負けられない戦いが続いていくと思います。意気込みを村林選手聞かせてください。ビジターの時でも熱い声援、選手にすごく届いているので、僕たちも
絶対に勝つぞという強い気持ちで試合に臨んでます。その中で5連戦初戦まず取れたというのは、次につながっていくかなと思っているので、引き続き熱い5戦よろしくお願いします。ありがとうございました。村林選手でした。続いて今日猛打賞伊藤幸也選手にお話を伺います。今日は2点タイムリースリーベースを含む4安打猛打賞の大活躍でした。まずあのタイムリーを打った時のお気持ちから聞かせてください。そうですね、まあ前の打席チャンスでヒット打ったんですけど、まあ、安田足遅くて帰れなかったんで、なんとか帰れる打球を打とうと思って打席入りました。そして自身序盤から好返球に好守備もありました。チームに流れを引き寄せたんじゃないですか。そうですか。なんかまあ、はい、守備はもう精一杯なんでとにかく頑張ってます。そして明日からもチームとして絶対に負けられない戦いまだまだ続いていきます。ファンに向けて一言お願いします。はい、まあ、残り試合少なくなってきましたけど、もうとにかく勝つことだけなんで、勝つために、選手全員必死こいてやってるんで、また熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございました。まずはザ・のヒーロー村林選手、伊藤幸也選手にお話を伺いました。ナイスバッティングでした。さあ続いては東のヒーローです。今日のヒーローはもちろんこの2人、背番号21、早川孝久、そして背番号14、則本カッパイロ。続いて当のヒーローお二人にお話を伺います。早川投手、そして則本投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。早川投手、今日はファイターズ加藤投手との投げ合い投手戦となりました。どういった思いで今日は投げていたんでしょうか。先制点をやらないという気持ちで、はい、上がったんですけど、はい、初球にホームラン打たれちゃってちょっと、はい、狂ったんですけど、まあ、その後も耐えて、はい、頑張れたかなというふうに思います。ただそういった中でチームは序盤から守備で好プレーもあって、さらには得点攻撃もありました。どういった思いであの場面を見ていましたか。本当に野手の先輩方の支えがあって自分の価値がこう積み重ねていることができているので、本当に野手の先輩方には感謝しています。そして自身今日11勝目を挙げられました。まだまだここからも負けられない戦い続いていくと思います。残りの試合に向けて意気込み思いを聞かせてください。はい、則本さんからは15勝というふうに課題を課されているので、しっかり15勝を勝てるように頑張ります。ありがとうございました。早川投手でした。そして本日見事30セーブを達成しました則本投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。30セーブを達成されて今の気持ち聞かせてください。すいませんでした。すいませんでした。今日チームとしては投打が噛み合ったイーグルスらしい試合を見せてくれました。今日の試合を通して自身はどのように見ていましたか。はい、今日は僕はあのユキヤがやると思ってたんで、はい、しっかり4安打、僕の目は正しかったなと思います。はい、そしていよいよシーズンも最終盤に入ってきました。今日集まった大勢のイーグルスファン、そして全国のイーグルスファンに最後に熱いメッセージをお願いします。はい、残り18試合、もうとにかく一生懸命どんな形でも勝てるように頑張っていきます。
勝ちゃえんやの気持ちで頑張ります。この先もよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー村林選手、伊藤裕也選手、早川投手、則本投手にお話を伺いました。おめでとうございました。ヒーローインタビューは以上です。それでは村林選手、伊藤選手、今一度ご登場お願いいたします。ではここでヒーローの4人に楽天モバイルから楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。楽天モバイルヒーロー賞は楽天モバイルユーザーだけが楽天イーグルス公式スマホアプリから当日のヒーローインタビュー選手を投票できます。また楽天モバイルヒーロー賞に投票した方の中から1名様にヒーローの選手直筆のサインボールをプレゼントいたします。ということで今日は豪華な4人の選手のヒーロー